台形です。台形ではまず辺の名前を覚えましょう。台形 ABCD があって、この平行になっている2つの辺のうち、ね、上の部分、この部分を上底、ね、上の底辺という意味で上底、下の部分を下底と言います。この上底と下底に対して垂直に引かれているこの EH ですね、この長さがこの台形の高さになります。で、台形の面積はどうやって出すかというと、括弧上の方の上底足す下底括弧閉じてかける高さ割る2と、ね、括弧上底足す下底括弧閉じかける高さ割る2、台形の面積はこんな式で出します。これなぜかというと、この台形の面積の出し方も平行四辺形の面積、これを元にして考えるとよくわかります。ここに上底が3センチ、下底が5センチ、そして高さが4センチの台形があります。これをこれ反対側にしてぴったりくっつけるとちょうど平行四辺形になるんですね。で、底辺の長さはこれ最初3センチあったのが、下の部分がここに来て3センチと5センチを足した8センチ、そして高さが4センチになります。ですから、この 8×4、 これをやると平行四辺形の面積になっちゃいますよね。だからこれもともと台形2つ分で平行四辺形を作っているので、これを2で割ると、こういう計算をすれば台形1個分の面積が出るということです。そしてここの部分の長さ、上底の長さプラス下底の長さですね、括弧3+5、これが上底足す下底かける高さは4ですね、かける4でも、これだと平行四辺形で台形2つ分ですから割る2、こうやって計算するということですね。3+5は8、8×4÷2 と、これ16ですから、この面積は16平方センチメートルと、このように計算できるわけです。もう一問、この面積出してみましょう。上底4センチ、下底6センチ、高さ5センチです。ですから、括弧上底の4足す下底の6、括弧閉じかける高さ5ですね、割る2と、これを計算します。計算すると25になるので、1番の台形の面積は25平方センチメートルと、こうやって計算できるわけです。最後はひし形です。ひし形の説明に入ります。ここに ABCD というひし形があります。この A と C を結んだ線、 B と D を結んだ線、この線のことをひし形の対角線と言います。で、ひし形の面積はこの対角線かける対角線割る2です。対角線かける対角線割る2、この式で求めることになります。これいくつか説明の仕方あるんですけど、簡単なものを2つ紹介しておきます。ひし形というのは4つの辺の長さが等しい四角形のこと で、対角線はこれ垂直に交わっています。ですから、ここの部分直角なんですよね。そしてこの三角形全部同じ大きさ、ね、同じ三角形です、合同の三角形。これを外側に4つこうやってくっつけると長方形になるんですよね。で、長方形の縦の長さが対角線のこの長さ、で、横の長さがこの横に引いた対角線の長さ、
ですから対角線×対角線という計算をすると長方形の面積になってしまいます。でもこの長方形ってこのひし形の三角形、ここに1234あったのが外側に1234くっつけたので、このひし形の2倍になっていますよね。ですから、対角線×対角線だとこのひし形2倍の長方形の面積ということなので、割る2をして対角線×対角線割る2で、この内側のひし形の面積が出ると、こういう考え方が一つです。もう一つは、この上の部分の三角形、これを下に持ってくるとこの細長い長方形になりますよね。で、長方形だったら縦かける横で計算するんですけど、この縦の長さね、ここを移動してここにくっつけたら長方形の縦の長さというのは、この縦の三角形の縦の対角線の半分の長さになっている、ね、だから対角線×対角線割る2、この式でこのひし形の面積が出ると、こういうふうに考えることもできます。では2つ面積を出してみましょう。括弧1は対角線の長さ6センチと8センチですね。対角線 6×8÷2 で計算すると24ですから、1番の答えは24平方センチメートルとこうなります。括弧2は対角線が10センチ6センチですね。対角線 10×6÷2 となって30となるので、2番の面積は30平方センチメートルとこうなるわけです。今回は小学校4年生と5年生で学習した図形の面積を求める式、この復習をしてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。